生命学部生態工学科、これから配信をスタートさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。というわけでですね、塚本先生、いきなりですが、このブースについて簡単な説明の方をよろしくお願いします。本当にいきなり。はい、いきなりです。すでに皆さんご存知かもしれませんけれども、医療機器にはそこには、何かを処理する、CPU みたいなものなんですけれども入っていて、例えばその観測されるデータに異常が見られたり、患者さんの状態が悪いなっていうふうになった時にアラームを出したりしています。で、そういったところには、今映ってるかもしれませんけれども、プログラムのようなものがあって、でマイコンがそのプログラム通りに動いていて、これはおかしいと思ったら、表示をしたりしているんですね。で、この生態工学科ではこういったプログラムも、学ばないといけない、必修であるんですけれども、学ぶんですけれども、でさらに今さっき画面にちょっと映ったかもしれませんが、マイコンのボード、こういったものをですね、実際に組んでみて、動くものを作ってみるっていうのが4年生の選択科目で、学べるようになっています。で、今日はこの内容についてですね、また詳しくうちの学生が説明をしてくれると思います。以上です。塚本先生、説明の方ありがとうございます。じゃあ今度はね、詳しい説明について、この、もう見るからにね、もう頭の良さそうな人にね 説明したいと思います。説明していただきたいと思います。じゃあお願いします。まず心電計というのは、このようにして誘導して心臓の心筋を取るのですが、取って増加するのですが、今回はこちらの発信機を使ってそれを模擬的に表しています。で、こちらの機械はですね、こちらから発信された信号を出力して波形として見れるようにしています。で、これはこのパソコンから出ているプログラムと、この発信機から出ている信号をここに合わせてこちらで動作するようにしているボードとなっています。じゃあ、早速体験してもらおうと思います。じゃあこっちに座ってもらって、まずこの心電計に入っているプログラム、今回表しているプログラムっていうのは、このさっき説明があったように発信された信号を受けて、それをどう判断するのか、どんな計算をするのか、その結果を受けて何を表示するのかっていう注文をここにたくさん書いています。その一つに、ここのライトを見ていただきたいんですが、まずこのシステムが正しく動いていますよっていうことを常に確認しておきたいので、動いていれば必ず1秒に1回こちらのライトが点滅します。で、その点滅のプログラムがここになるんですが、ちょっと内容の計算が難しいので、もう一度先生に登場していただこうと思います。ここで ちょっと早いです。今このプログラムはですね、さっきこの波形を見ているという話があったと思うんですけれども、これ横軸時間で、縦軸に電圧があるんですけれども、この電圧の時間的変化を1秒間に500回読んでいます。1秒間に500回、500Hz で AD 変換といって、この電圧をパソコンじゃない、ごめんなさい、このマイコンに数値として取り込んでいます。で、このプログラムのですね、ちょっとここではないですよ ここではないですよ。上だったんですね。この辺りがですね、その AD 変換というのを行っているところになるんですけれども、500回、AD 変換をしていたら、このランプを点灯していたら消灯していたら点灯しなさいというね、そういった指示をここで出しているんです。で、AD 変換をずっとしながら、これが動いているときには基本的にはここのランプが自動的に、点灯消灯を繰り返すというふうになっています。これが止まっているときっていうのは、要はこの点灯消灯止まっているときっていうのは、もうこのシステム全体が止まっているときになってしまうので、これは再起動が必要というのがこのランプを見ただけで分かるというところです。ここでいいですか？ありがとうございます。では、ちょっと動きのある部分を体験してもらおうと思います。これ下に下がってもらっていいですか？BPM の説明を忘れました。
じゃあ BPM の説明をこの間にしたいと思います。 BPM というのは1分間に何回心臓が拍動したかの回数を表すものです。今回はその R 波という高いここが上がる瞬間の回数を数えてそこから1分間に何回その現象が起きたかをと計算をしていますというものがここに表示されるようになっています。ではそれの変化を見ていただこうと思います。ここですね、このプログラムを今から実際に体験してもらうんですが if もしもですね、もしも BPM が100回以上になったらここに書いてある2つの文言を警報としてここに表示してくださいという注文をここに書いています。またその上の行にじゃあその警報をどこに表示するのかを注文しています。ではゆっくりそこのつまみを回してみてください。で同時にこっちも見ていただけたらと思います。最初60でした。だんだん上がってきました。78、はい、上がっていきます。これ心臓の拍出がどんどん速くなっているっていうのを今模擬しています。100回を超えたのでここに警報の分が表示されました。このように 信号を受けて何をしたいかっていうのをこちらのプログラムとして書き込むことでその処理を行ったり危ない時には警報を出すといった動作をプログラミングによって行うことができるという勉強をこの分野ではやっています。はい、ありがとうございました。説明の方ありがとうございます。今回こういうプログラムを作った上で、いろいろ勉強しなきゃいけないこともあると思うんです。でもその難しいことに対してやっぱ先生たちとか先輩方に教えてもらったこともあると思うんですけど、そこのところはやっぱどう感じてますか。やっぱその先生たちのおかげでやっぱこういったプログラムができたっていうふうに思ってますか。はい、正直入学した時はこんな複雑な機械を使ってまた英語ですね、ほとんど英語なんですけど、そういう文章を書いてっていうことをすることは1ミリも想像していませんでした。なのですごい目の前にした時にはすごい不安だったんですけど、先生や先輩の手厚いサポートで一つ一つ分かるようになって、こう自分がやりたいことをまた提示されていることができるってなった時はすごく嬉しかったです。でも教えてもらわないと本当に分からないので先生先輩方のおかげだなと感じています。そうなんですね。最初からこんなことをするなんて思ってなかったんですね。でしかも何が並んどるか分からないようなもんね。そうなんですね。やっぱでだんだんできていくうちも楽しくなって、思った通りのことができるなってこう感じていくようになったんですね。じゃあその最後の質問なんですけども、このやっぱこういった、技術っていうのが、どのように、臨床工学技師が、としてやっぱつながっていくと感じますか。やっぱ、お二方も簡単にでいいんですけども言っていただけるとありがたいです。はい、このようなマイコンは医療機器の中に実際に入っているので、最初現場で見たときに驚かないようになるのがいいです。実際入っているのね。また医療現場でその医療現場のスタッフっていうのは医療のことを勉強しているのはもちろんなんですが、工学を勉強しているスタッフっていうのは少ないです。臨床工学技師は唯一医療も勉強してさらに工学も勉強してという両方の分野のを持ち合わせた職種になるので、その分野でこのようなものを体験した上で職場に入るっていうのはすごく大事なことかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に簡単一言でいいんですけども、工業大学ってやっぱ男子が多いじゃないですか。でその中で女性、少ないですけども、やっぱ今学校生活楽しいですか。一言でいいんでお願いします。楽しいです、すごく。はい、はい、これでいいんですか。あ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。このように、工業大学は男性のイメージが強いかもしれませんけども、女性もこのように活躍して楽しんで勉強できています。なのでもし気になった方はオープンスクールでもいいですし、何か機会があれば、広島工業大学のイベントに参加していただけるとありがたいです。
もうそろそろね、時間なんですね。時間なので、これで終わりたいと思います。これで生命学部生態工学科のライブ配信を終わります。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい、生命学部生態工学科、今からライブ配信をしたいと思います。ね、今回はちょっとね、あいにくの雨で、まあ、感染状況なんですけども、しっかりね、生態工学科の魅力を伝えていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。それでは渡辺先生、いきなりですけども、この部屋について説明のほどお願いします。はい、生態工学科の渡辺です。今日はこの広島工業大学の26号館1階にあります臨床工学系の実習室の一部屋を紹介したいと思います。こちらにどうぞ。まずこうパッと見ていただいたら分かるんですけれども、なんかこうキラ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 光ってるような状況になって、何かテレビのドラマで見たことがあるような設備だと思います。光っているのは無影灯と呼ばれている医療機器です。その下には手術台や麻酔器、また人工心肺装置や人工呼吸器などが置かれています。生態工学科は臨床工学技士を養成する学科で、臨床工学技士とはこのような手術室の中に入って、実際の医療機器を操作したりとか、また医療機器の保守点検管理メンテナンスを行ったり、そういうことをする、医療従事者になります。で、具体的にはですね、今日は特別に、2台、人工呼吸器と人工心肺装置のに着目して、この2つを、大学院生と学部生、学部4年生に、説明してもらいたいと思います。では山本君お願いします。今日は実際に生態工学科で使用している人工呼吸器のと人工心肺装置の説明を行っていきます。この人工呼吸器は自分でうまく呼吸ができない患者さんに対して、呼吸器が設定した酸素ガスを患者さんの肺に送ってあげる機械になっています。具体的には波形などを確認しながら、酸素濃度や呼吸数や換気量といった設定項目を変更したり、呼吸器にはたくさんのモードがあって、それを患者さんに合わせて選択して治療を行っていく装置になります。また NICU や ICU といった幅広い場所で利用されている治療の機械になります。そうなんですね。じゃあそこで膨らんでいるものは何なんですか？これは患者さんの肺を模擬しているもので、テスト肺と呼ばれるものなんですが、人工呼吸器がガスを送るとこのように膨らんで、しぼんでいるときが患者さんの呼吸を、患者さんが呼吸で吐いているときを表しています。そうなんですね。分かりました。じゃあホースの色が2種類あるようですけど、色が違うのは何でなんですか？呼吸器の回路がこのように色が青と白で分かれているのは、呼吸の回路には患者さんに空気を送る回路と、患者さんから吐き出された呼気を回収する回路が分かれているので、医療事故などのミスが起こらないように色分けをして、医療従事者が扱いやすいようになっています。そういう違いがあるんですね。じゃあ点滴のようなものがありますけど、あれはどうしてついてるんですか？患者さんに送られる酸素ガスはこのように配管から送られるガスなのですが、こういったガスは乾燥していることが多いので、こちらの加湿器が加温加湿器といった機械があるので、乾燥したガスを水を使って患者さんのガスを加温加湿して送ってあげるために水が用意されています。ただ空気を送り込むわけじゃないんですね。ありがとうございます。じゃあ次にこっちの機械を見てみましょう。次にこちらにあるのが実際のオペ室で利用される人工心肺装置になります。
人工心肺装置は心臓外科手術などに用いられる装置です。文字通り人工心肺装置というのは患者さんの心臓や肺の機能を代行してあげる機械となっています。こちらにあるのが今日の手術室なんですけど、実際には人工心肺装置は患者さんから血液を抜いてきて、ここに患者さんの血液を貯めます。貯めた血液は人工心肺装置によって酸素が加えられて、ポンプによって患者さんに血液が返るような装置となっています。そうなんですね、説明の方ありがとうございます。質問なんですけども、この今操作している方がそのつまみで操作されているんですけど、これどういったものをやっぱ操作しているのか、ちょっと質問し答えていただけるとお願いします。はい、先ほど説明した患者さんから血液を抜いてくる時と患者さんに血液を送り返してあげる時のポンプの流量などを設定するのがこのつまみとなっています。実際には学内の実習なので、この患者さんの血液の脱血と送血のレベルを調整するような手技の実習などを行ったりしています。あ、そうなんですね。じゃあそれでは実際に、ね、操作している人に、ね、インタビューしてみたいと思います。すいません、この操作をしているのは難しいところか、臨床工学医師として難しいところがあれば、まあ、答えていただけるとありがたいところでございます。お願いします。はい、やっぱり最初は送る量とかの調整が難しいと思うんですけど、実習で実際に先生たちに説明されて分かりやすいので、絶対にみんなできるようになると思います。ありがとうございます。やっぱ心強い先生がいるということですね。じゃあすみません、質問なんですけども、このモニターってこれすごい色鮮やかで、心臓でもあるんですけど、これについて説明していただけると、はい、お願いします。生体工学科ではこのように、実際のオペのシミュレーションを行えるように、手術室の実際の手術の時に出てくるモニターの図を表しています。血圧であったり心拍数であったり、実際にオペの様子をモニターで確認することができます。それ以外にもさまざまなモニターセンサーによって記録されるモニターが設置されております。ありがとうございます。いや結構これこういったね、いろんな機械をやっぱ操作するんですけども、そのやっぱ臨床工学士としてやっぱ楽しいところっていうのがあると思うんですよ。そういったのを伝えていただけるとお願いします。臨床工学技師はこのようにさまざまな医療機器を操作しながら治療を行うこともあれば、また臨床の中で医療現場の中で工学的な知識を持った唯一の職業となっています。そのため機器の操作だけでなく保守点検など工学的な知識を持って医療機器に携われる楽しい職業となっています。そうなんです。やっぱ片っぽのやっぱ技術だけだとダメなんですね。やっぱ医療と工業しっかりやっぱ両方の技術があって、やっぱこういう仕事が成り立っているわけなんですね。ありがとうございます。やっぱこういった臨床生態工学科、こういった、まあ、機械の操作保全、をしていくために日々勉強を頑張っております。実際やっぱ難しいところ、大変なところはあります。しかしやっぱ周りの先生方や先輩方にやっぱ助けられて、自分たち2年だったんですけども、ここまでやってこれています。本当に、先生と、先輩方には、もう頭が上がりません。まああと、まあ、学校生活で言えばやっぱ食堂がね、やっぱ非常にね美味しいですよね。どうですか？いや、まあ、学食はこの生態工学科の学生から近いところは2カ所あるんですけど、どちらも安くていつもお世話になっています。やっぱね、僕的にはやっぱカレーとか、食べていただきたいですね。まあ、そういった先輩との関わり、学校生活でやっぱ不自由ない暮らしを送れています。もしこの説明で、気になった人がいれば、ぜひ生態工学科に一度、まあね、まあ、機会があればオープンキャンパスなどに来ていただけると非常にありがたいです。まあ、時間もそろそろなんで、
終わりたいと思います。これで生命学部生態工学科の配信を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。